軍団人員報告。隊員の皆様、明けましておめでとうございます。消防団の皆様には、今後も地域における第一線の防災組織として、その職務の重要性を深く認識し、市民の厚い信頼と期待に応えていただきますよう、強く望むところであります。軍事、団員の皆様、明けましておめでとうございます。我が町、田村からは、災害で悲しむ人を決して出してはいけないという決意と信念を全団員で共有していただきたいと思います。長年の功績により本日表彰させていただいたところでもございます。これらの業績は地域の皆様からの消防団に対する信頼を一層揺るぎないものにすると確信しております。一斉放水の後には福生消防署長表彰、三省連団体表彰、田村市消防団定例表彰が行われました。第4分団分団長、はい、チーズ。コロナ禍で、開催が大変心配されましたが、感染対策を、徹底し、開催ができたことを、全団員大変嬉しく思っています。あのね、これを機にね、また羽村市がね、今年安心安全なね、まちづくり、暮らせるようにね、我々消防団も頑張っていきますんで、今年もよろしくお願いいたします。コロナ禍ではありますけれども、男性も女性も羽村市の安全、安心のために日々活動しております。ご興味ある方はぜひ一緒に活動させていただければと思いますので、よろしくお願いします。羽村市消防団、本年も市民の安心安全のため頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。